足汗が効果的にできると、はい、ね、なんや言うとりますけど、はい、どうも山です。ゆくさん、なみです。今回ですね、足汗サーキットトレーニングと、はい、いうことで、まあ、前回ね、足汗3ステップ、はい、股関節、足部側関節、膝関節への、まあ、アプローチが大事やでっていう話をしました。はい、で今日はその3つのポイントを意識しながら足汗が効果的にできると、はい、ね、なんや言うとりますけどね、そういうこう10分で全体痩せる、1日でお腹割れる、まあまあまあいいでしょう、僕らも負けじと1日で足が痩せるんですって、はい、僕らはそんなことじゃないですけど、ね、でも確実にそういう正しいやり方で正しいアプローチをすれば、まあ、1ヶ月2ヶ月でかなり成果を出るプログラムだなと思いますので、ぜひね、まあ、股関節、あ、足部行ったな、最後膝行ったなっていうのも自分でね、こう、あ、なるほどねって感じながらやっていただけるといいかなと思いますので、ぜひマットを用意して一緒にやってみましょう。今からすべてのエクササイズ30秒ずつ行っていきます。肩の下に手をついて膝を開いたら、足の親指と親指をくっつけていきます。よーい、スタート。その状態でゆっくりとお尻とかかとを近づけていきましょう。今からお尻の中の方を伸ばすストレッチを行っていきます。動かしていて詰まるところがあれば動きを止めて、骨盤を前傾させたり後傾させたりしていきます。そうすることでお尻の中の方が緩んできます。この時に腹筋が抜けて腰が反らないように意識して行いましょう。次に肘を床につけて膝を後ろに引き、体を床と平行にしていきます。よーい、スタート。膝から下を左右に倒していきましょう。膝から下の内旋という動きを出したいので、外側の足をなるべく床に近づけるようにしていきます。肩がすくまないように肘で床を押していきましょう。お腹は安定させた状態で行います。ポイントは太ももの付け根からねじるように動かしていきます。次に横向きに寝て膝、股関節を90度にしていきます。頭は楽にして背中が丸まらないようにしていきましょう。よーい、スタート。なるべく膝を開いて行っていきます。この時にお尻の収縮感を感じていきましょう。次に膝の角度を45度に変えて行っていきます。よーい、スタート。膝を開く時に骨盤が動かないようにしっかりと固定していきましょう。息を吐きながらなるべく膝を開きます。では反対の足を行っていきましょう。よーい、スタート。やってるうちにあばらが開きやすいので、あばらを締めた状態で行っていきます。しっかりと腹圧を高めていきましょう。息を吐きながら膝を開いていきましょう。膝の角度を45度に変えて行っていきます。よーい、スタート。
を開くときに骨盤が動かないようにしっかりと固定していきましょう。息を吐きながらなるべく膝を開きます。そのまま下の足を伸ばして上の膝を90度にしていきます。用意スタート。つま先を上に向けたまま足の付け根から上に上げていきましょう。足が床につく手前で止めて目いっぱい足を上に上げていきます。足の付け根に収縮感を感じていきましょう。後半になるとだんだんつま先が下がってくるのでつま先を上に向けていきます。今度はかかとを上に向けて行いましょう。用意スタート。内もも全体的に使っていきます。腰が反らないように常にお腹を安定させた状態で行っていきましょう。もう少しです。頑張っていきましょう。結構しんどくなってきましたよね。そのまま反対足も頑張っていきます。下の足を伸ばして上の膝を90度にしていきます。用意スタート。つま先を上に向けたまま足の付け根から上に上げていきましょう。つま先が下がってこないように頑張りましょう。私は左足が弱いのですごくきついです。今度はかかとを上に上げて行っていきます。用意スタート。かかとからしっかり上に上げていきましょう。内もも全体的に使っていきます。ここでしっかりと股関節の安定性を獲得していきましょう。今度は仰向けに寝ていきます。膝が軽く曲がるところまで足を伸ばしましょう。足の親指と親指をくっつけたら膝は拳一つ分開けていきます。そのままお尻をしっかり上まで上げていきましょう。用意スタート。膝と膝がくっつかないように拳一つ分の距離を保ったまま行っていきます。ももの裏の内側に効いてるのが感じられれば OK です。内側のもも裏を鍛えることで膝の向きをまっすぐ向ける X 脚の改善エクササイズの一つになります。では次は立ち上がって残り2種目頑張っていきましょう。かかととかかとをくっつけてつま先を30度外側に向けていきます。そのままつま先立ちをしていきましょう。用意スタート。かかととかかとをくっつけたままくるぶし同士を離すようなイメージで行っていきます。そうすることで内ももやお尻の締まり感が感じてくると思います。ふくらはぎ単体だけを鍛えるのではなく連動して股関節周りも同時に使うことで運動軸が安定していきます。では最後の種目です。肩幅よりちょっと広めに開いてつま先を30度外側に向けてスクワットをやっていきます。用意スタート。つま先より膝を外側に開く意識です。お尻をしっかりと後ろに引いていきます。内ももの伸び、お尻の奥の方の締まり感が感じられるといいですね。はい、OK、お疲れ様でした。
皆さんどうでしたか？結構私は今やっただけでもなんか地面に立つ安定感が全然違います。そんなに難しいエクササイズじゃないので週3回ぐらい続けてみてください。じゃねー。はい、ちょっとスクッとかな。美脚になりました。早くない？美脚になったというか、はい、さっきよりもこの隙間がなくなりました。